本当にびっくりしなかった。ありがとうございます。わざわざ。はい、どうも、楽しみし、おやつの、あ、ごめんなさい、ご飯の時間です。ありがとうございます。本日、S 渡さんの日で、お願いして買い物してきました、あ、してもらいました。で、唐揚げゆかりさんは、なんか、S 渡さん勘違いしたようで、緑弁当って言ったら、緑弁当はうちはないですと。ゆかり弁当じゃないですか。ということで、で、米もなくてですね、弁当、できなかったんですけど、昆布のやつ、だしのやつ、で、お願いして、それはありませんでした、違うの買ってきましたって言ってたんですけど、見てみたら昆布のやつでした。よくわからない状況でありだす。で、逃げ出しました今。で、ドンクのパンがいます。お腹ペコペコでございます。あ、いいね、このパン選ぶセンスがいいんですよね、S渡さんは。こうです。全部でも一回出そうか。なんだろう、あ、これ美味しかったよな。お前も買ってきてくれたんだよな、これな。お前も買ってきてくれたんですよ、これ。すげえ美味しかった。これなんだろう。なんか、ああ、いいですね、甘い。甘いやつね。甘いやつも一個混ぜといてくれと。お願いしましたから。もうできないわ。できないんでいただきます。唐揚げもありますからね。いただきます。すいません、ありがとうございます。ほほほほ。そういえば、この間、また照り焼きや。あったことあったっけ？あるよね。一回だけあります。うん、これ美味しい。ほんとパン選ぶセンスあるよね。すごいな。ねえ、昆布なかったっつうけど、これ昆布だよ、この唐揚げ。天才派なの、天才派なの。うん。じゃあ今日は、あと扇風機の掃除もして。すいません、ちょっと発車止まっていいですか。どうだ。あ、そうだ、ペコさんに連絡しないと。昆布だしです。昆布だしのやつです。なんかピントが合わないな。うん、あ、いい香り。うん、一個食べる？うん、あ、そうか、昆布が苦手だもんね。うん、おいしい。ありがとうございます。おいしい。うん、うん、うん、本当じゃない。そうだね、昆布苦手だもんね。なんでもらってんの。そうだよ、ね、煮物とか食べないもんね。なんかご先祖様がなんか煮物にやられたんのかな、確かね。昆布にやられたんだって、ご先祖様が。
うん、おいしい。うん、今もう島台風過ぎたよね。過ぎましたね。そうだよね。うんうんうん、ほんと昔は、うん、ほんと台風のたんびに食料枯渇してたけど、今もそれは変わらんのかな。今蒸されてますね。昔は台風のために食料が枯渇なくなってたからね、島から。あれ今もそうなのかな。そうですよね。北からも南からも入ってこなくなるから。台風過ぎても海荒れてるじゃないですか。なくなるんですよ。うん、あと今米不足なんでしょ。なんでなの。僕も人から聞いただけなんだけど、不足してるらしいですよって。普段食べないし、ここでも使わないからあんま知らなくてさ、なんでなの。今蒸されてます。なんで枯渇してんの。枯渇じゃない、不足してんの。あ、そういうこと。さすがの天気詳しいもんね、昔からね。エサヤダイさん、本当天気については本当にすごいんですよ。うんうん、これは美味しい。やっぱ唐揚げはスターだね。うん、今日の最高だ。と最後、あ、いい香り、シナモンのね。え、そうだったらシナモン好き、うん、自分が嫌いなもの買ってくれたらいいね。僕が好きなの知ってるもんね。うん、本当に。あ、どんか、本当全部美味しいですよ。パン。めっちゃ美味しい。また店員さんもね、皆さん素敵な方ばっかりだね。最高だったでしょ。最高っす。全員女性でした、はい、今日は。今日も。電話番号聞いたりしてんの。はい。LINE の交換とか。しないっすね。昔しょっちゅうナンパばっかりしてたの。してたじゃん、あの川崎信用金庫の女子とかさ。文京区ばっかり来たで、あと。もう出会い系とかマッチングアプリやらなかったの。もうやってないの。やってない。何かが変わっとんだ、居酒屋さんの中で。
今蒸されてます。何かかかってるんです。うん、美味しかった。唐揚げ床にずっと意味してるんだけど、ゆかりの出汁のやつとドンクのパン、今日も取った、江沢田さんに買ってきてもらったやつ、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうの。